新気象の直し方。精神科医樺沢紫苑の樺チャンネル。今日は伊豆の城ヶ崎というところに来ています。上から崖のように下をちょっと眺めるスポットからねお届けしております。今日は質問いただきました。花さん45歳女性、家族が新気象にうつ病を合併して心療内科に通院しています。本人はスキルス胃がんと信じきっていて、どうせ病気で死ぬんだから良くなろうとする努力をしません。うつ病が改善されていけば本人の意識も変わっていくものでしょうか。新気象って何かっていうと、自分が病気かもしれないということを心配する、あるいは自分が病気に違いないと確信する、病気のことばっかり人生考えたりして落ち込んだり鬱的になっていったりということで、とにかく自分が何らかの病気に違いないかもしれないという恐怖に怯えるような、そういう病気ですね。重要なのはその病気ではないということですね。だから実際にはそうでない病気なのに過剰に心配するということ。例えばこの方だとがんに違いない、あるいはねがんかもしれない、内科の病院に行って検査異常ありませんよ、いやそんなはずはない、自分は多分がんなんだ、また別の病院に行く、いや異常ありませんよ、医者がどれだけ検査データを示して異常がありませんと、血液データもこの MRI も取ってますので異常がありませんというふうに示しても全く納得しないというのが新気象ですね。いろんな世の中にはね心配性な人もいると思うんだけど、さすがに2カ所ぐらいの病院行って両方とも何ともありませんって言われると、ああそうなのかって多分納得すると思うんですけど、新気象の場合はこだわりがものすごく強くて、医者がいくら詳しく説明してもですね納得しないというところがメンタル疾患という理由ですね。新気象の人を説得するってできないんですよね。どっちかというと妄想に近いので、逆にがんじゃないがんじゃないって言うと、むしろその人を相手にしなくなっていく、私のことを全くこの人は信用していない人なんだってことで逆に不信感を持ってしまう。だから新気象の患者さんが来た場合は病気かもしれませんっていうことに対して否定しないってことが結構重要ですね。いや検査結果で異常出てないからあなた病気じゃないんですよってことを精神科は言ってはいけません。内科の先生は言うべきですけどね。精神科としてはそうですかって、そうかもしれないけどもまあちょっと様子見ていきましょうねみたいな形で否定も肯定もしないでですね、肯定もしてもダメなんですね。肯定するとスキルス以外かもしれませんっていう人にそうかもしれませんねって言っちゃうと確実にやっぱりそうなんだっていう風になっちゃってもう治らなくなってしまうね。なので否定も肯定もせず、お前嘘言ってるだろう的なことを言ってもいけないわけです。じゃあどうしてればいいかってことで、私はいろいろそういう人にカウンセリング的なことも昔いろいろやったんですけど効果がないですね。いろんな疾患の中でも新気象っていうのは本当に病気に対するこだわりが妄想的に強まってるので、いろいろカウンセリングなことをしたり認知療法的なことをしてもなかなか難しいです。じゃあどうしたらいいのかって言ったところにおいて、薬物療法が非常にいいんじゃないかということですね。薬である程度ちょっと落ち着いた状態になって徐々にそうじゃないかもしれないねっていうことをそこで初めて言っていくっていうことですね。だから新気象の治療の一番重要なのは私は薬物療法だと思いますし、薬物である程度はそういう不安とかを取り除いていくというね治療ですね。だから逆に何言っても効かないというふうに思ってた方がいいです。ですからせめて薬だけでも飲んでもらうように仕向けていくというか説得していくというか、そのためのカウンセリングって形になっていきますね。逆に言うといろんないくつかの薬があるんですけども、そういったものを飲んでいくとある程度は不安というものは取り除かれていきますので自然と治っていく場合が多いかなというふうに思います。ある程度精神状態が安定してくるとそこまでのこだわりっていうのは自然となくなって知らず知らずのうちに忘れていくっていうふうになっていくといいので、あんまりしょっちゅうしょっちゅうそれを話題に出すスキルス胃がんっていう言葉を口に出したりすると余計に新規的なそういう気持ちを強めてしまう可能性があるのでね、あまり病気のことを話題にしないってこと。あともう一つはね、いつもそういう人って四六時中病気のこと考えてるんですよ。家にいても何してても、ああ私病気かもしれない、どうしようどうしようって一日中考えてるんですよ。それが余計悪いんですね。実際のところ体は悪くないわけなんだから、運動したりなんか楽しいところにカラオケ行ったりなんか美味しいもの食べに行ったり連れ出してあげるっていうのがいいと思います。あるいは友達と一緒にお茶を飲みに行ったりとか、そういうのを活動していく、普通の日常活動とか楽しい活動を増やしていくってことですね。病気じゃない方に注意を少しでも向けてあげるっていうことです。だからどっかに連れてってあげたりね、一緒にカラオケ行ったりなんか一緒に美味しいご飯でも食べていくっていう形でやっていくといいかと思います。家にいて何もすることがないんで病気のことしか考えられない状態になってるというふうに言っても分かりやすいかなと思うんですね。という形で新気象っていうのはまずは薬物療法が重要ですよということと、家にいる時の対処法としては楽しいことをできるだけ一緒にするようにして、考えない時間をできるだけ増やすようにするということがね、一つの治療方策と家族のできることとして言えるんじゃないかなと思います。精神科医が教えるストレスフリー超大全、ぜひこの本であなたのストレスフリーを実現してください。全国の書店で絶賛発売中。